この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はU20女子サッカーワールドカップの準決勝で日本女子代表がオランダ女子代表を下し決勝に進出したことについての韓国の反応をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。コロンビアのカリで行われた準決勝でオランダと対戦し 2-0 で勝利を収めた日本女子代表、通称ヤングなでしこは、この勝利により3大会連続で決勝進出を果たすという素晴らしい快挙を達成しました。試合は序盤から日本が圧倒的な攻勢を見せゲームを完全に支配し、自陣から数的優位を作りながらボールを運び、オランダをゴール前に釘付けにする展開を作り出しました。しかし前半は 0-0 で終了。チャンスを生かせず嫌な展開に陥りかけていた日本でしたが、後半10分に待望の先制点が生まれます。左サイドからの攻撃が逆サイドまで流れると、攻撃参加した柏村選手から松永選手を経由したボールが松久保選手に渡り、右足ボレーで蹴り込みゴール。その後オランダの反撃をしっかりと守りきった日本は、後半38分に再び松久保選手が2点目を決め試合を決定づけ、2-0で終了。この勝利で日本は念願の決勝進出を果たしました。決勝の相手はアメリカを 1-0 で下した北朝鮮です。両チームは今大会グループリーグから全勝で勝ち上がってきました。そしてこの両チームは今年のU20女子アジアカップでも対戦しており、その時は日本が敗れています。まさに3度目の正直となるリベンジマッチとなり、日本にとっては2度目のU20ワールドカップタイトルをかけた重要な一戦となります。そんな決勝戦に進出した日本と北朝鮮については、決勝トーナメントの1回戦で敗退した韓国女子代表の母国メディアが反応を見せており、韓国の大手スポーツ紙スポーツ朝鮮は、日本と北朝鮮の決勝進出はアジアサッカーの強さを示すものだと報じつつ、韓国女子サッカーの現状を考えると両国の活躍は羨ましくもあると自国の課題を率直に指摘しています。また同紙は日本の勝利について詳細に分析し、松久保真中選手の活躍が光る、アメリカでの経験を生かした冷静な判断力と確実な決定力は世界レベルだと松久保選手を高く評価しています。また韓国の総合スポーツチャンネル JTBC は、日本の育成システムに注目し、日本サッカー協会の長期的な視点での選手育成が実を結んでいると分析。特にU15 からU20まで一貫した指導方針を持つ日本の育成システムを韓国が学ぶべきモデルと位置づけ、技術力とチームワークの両立が日本の強さの源泉だと指摘しています。韓国の有力紙中央日報は、日本と北朝鮮の決勝進出にアジアサッカーの快挙と称賛しつつ、政治的な要素を抜きにしても注目度が高いと報じ、同紙は続けて、両国の歴史的な関係を考えると、この決勝戦はサッカーの枠を超えた意味を持つと分析し、スポーツを通じた外交の可能性にも言及しています。さらに韓国のインターネットメディアオーマイニュースは、日本の戦術面に着目し、ポゼッションサッカーと高度な組織力が日本の武器だと分析し、日本のプレースタイルは世界のトップレベルに匹敵すると評価、韓国も戦術面での進化が必要と提言しています。韓国の経済紙毎日経済では、この大会を通じて浮き彫りになった韓国女子サッカーの課題について詳しく報じており、日本や北朝鮮の活躍は韓国女子サッカーの現状を厳しく問いかけていると指摘し、長期的な視点での育成強化が急務だと訴え、具体的には女子サッカーへの投資拡大、指導者育成システムの改革、国際大会での経験蓄積などを課題として挙げています。一方で同紙は、日本の成功は韓国にとって希望でもあると前向きな見方も示しており、アジアの国が世界で活躍できることを日本が証明した、韓国も努力次第で世界と戦えると韓国サッカー界に勇気を与えていると綴っています。また韓国の公共放送KBS では、決勝戦についての特集を組み、日本と北朝鮮の強さの秘密に迫っており、同局は
両国の選手たちのインタビューや練習風景を交えながら、アジアサッカーの頂上決戦と位置づけ、その行方に大きな関心を寄せています。番組内では元韓国代表選手や指導者たちが登場し、日本が勝てばアジアサッカーの新たな時代の幕開けとなるとの期待の声や、北朝鮮の組織力と精神力は侮れないとの分析が展開されています。このように日本と北朝鮮の決勝進出は韓国サッカー界に大きな刺激を与えているようで、多くの韓国メディアがこの決勝戦をアジアサッカーの誇りとして報じつつ、自国の課題を冷静に分析しています。さて、いよいよ9月22日に行われる日本女子代表と北朝鮮女子代表の決勝戦、日本のファンからは、女子のアンダー20とはいえワールドカップの決勝がアジア同士とはね、前半からオランダを完全に抑え、後半から一気に2得点はさすがでしたね、ぜひ優勝を、松久保は視野が広くてサッカー IQ 高いね、それにしても北朝鮮はあのお国事情なのに、サッカー特に女子はなんでこんなに強いんだろう、試合全部見たわけじゃないけれど、フィジカルだけでなく技術も戦術もしっかりしていた、だからこそ負けるわけにいかないよね、消耗戦になる可能性高いが勝って最後に笑ってほしいな。ヤングなでしこの皆さん、決勝進出おめでとう、優勝お願いします。 FIFA 様、無料中継ありがとうございます。北朝鮮は部活のような結束力が凄まじく、アメリカも力負けしていました。決勝は厳しい戦いになるが頑張ってほしい。最終戦、北とのゲームは今日のようなミスのオンパレだと完全粉砕されるだろう。たった一本のミスで全てが終わる。それくらい北の攻守の精度は高い。極力ミスを減らし、スピードをさらに上げて、そこで初めて北と対等な展開となるだろう。直近、アジアカップで2連敗しているので、選手たちはリベンジに燃えていると思うが、負けを恐れず怖がらず、アンダー20の世界ワンツーが共にアジア勢であることに誇りを持って、中3日でできる限り体調を整え、ファイナル、最後のギアアップをして頂点掴んでほしいと願う、などの声が寄せられています。日本にとっては、アジアカップでの敗戦を晴らす絶好のチャンス。松久保選手を中心とした攻撃陣の活躍はもちろん、守備陣の粘り強さも試合の行方を左右するでしょう。また、両チームともグループリーグから全勝で勝ち上がってきただけに、互いに譲れない一戦となりそうです。世界の頂点を決める舞台で、日本がどのようなプレーを見せてくれるのか、非常に楽しみです。若い選手たちの熱い戦いに、注目が集まります。この大会での日本の活躍が、将来の日本女子サッカーのさらなる発展につながることを期待しましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。